北陸配電、北陸配電株式会社、北陸拝電は、太平洋戦争中の1942年、昭和17年から、戦後の1951年、昭和26年にかけて、北陸三県を配電区域として営業していた電力会社である。配電等政令に基づき、日本全国に設立された配電会社9社のうちの一つで、北陸電力の前身にあたる。 本店は富山市。1942年4月に北陸3県の主要電気事業を統合して設立され、翌年3月までに管轄地域の配電事業をすべて吸収し、発送電事業を統合した日本発送電と当該地域の電気事業を手のひらした。ただし、福井県の若狭地方は当初から北陸配電ではなく関西配電の管轄とされていた。 1951年5月、電気事業再編成例により解散。解散と同時に、北陸配電と日本初送電北陸支店の事業を引き継ぎ、初、そう、配電の一貫経営を担う北陸電力が設立された。本校では、北陸配電に統合された事業者の一つで、民間事業者の自主統合によって1941年、昭和16年に設立された。 北陸合同電気株式会社、北陸合同電気についても合わせ記述する。配電統制令、昭和16年8月30日直令第832号に規定された国家総動員法に基づく配電統制を実現する目的で、配電事業を営む配電株式会社、配電統制令、第1条、第24条の一つ。 全国に9社設立された配電株式会社のうち、北陸配電は、富山県、石川県の全域と福井県の内若佐地方、三方郡、尾乳郡、大井郡を除いた地域を、配電区域とした。また1943年、昭和18年3月31日付で、富山県に接する岐阜県吉木郡坂下村、現、飛騨市の一部が、配電区域に編入された。 廃電等政令交付、施行後の1941年、昭和16年9月、廃電等政令に基づく、低信大臣の北陸廃電株式、会社設立命令が、北陸合同電機、日本電力、京都電灯と、市営供給事業を営む金沢市を対象下る。うち北陸合同電機は、直前の1941年8月に、日本海電機、 高岡電灯など、北陸3県の主要民間事業者12社の自主統合により新設された電力会社である。これら4事業者により北陸配電の設立準備が進められ、翌1942年、昭和17年3月28日に、富山電気ビルにて、創立総会開催、同年4月1日、4事業統合により北陸配電株式会社が、 設立される日課。設立当時の資本金は1億3800万円、うち1億1948万5875円、払い込み。本店は富山県富山市においた。設立の時点においては、4事業の統合、第一次統合を実施したのみで、管轄地域の配電統制を全面的に実現したわけではなかった。残存配電事業の統合、 第二次統合は1942年12月1日と、翌1943年、昭和18年3月1日の2度に分けて実施され、合計9の事業を統合した。さらに、電気事業の統合ではないが1944年、昭和19年1月1日付で2つの電気、利用組合から自家用電気工作物施設を統合している第三次統合。 統合後の電力国家管理体制の下では、全国規模で発電、送電事業を受け持つ日本発送電が発電、送電部門を文章し、北陸拝電が地域内の拝電部門を担当した。ただし北陸拝電が発送電部門を一切持たなかったわけではなく、小規模ではあるが、自社発電所を持った。戦後の1950年、昭和25年11月、 電力国家管理体制の廃止と電気事業の再編成を目的とする電気事業再編成令昭和25年11月24日政令第342号が交付された。同令により日本発送電と北陸配電を含む配電会社9社の解散が決定。北陸地方では富山県、石川県の全域と若狭地方を除く福井県に 岐阜県の一部を加えた地域を供給区域とする初、総配電一貫経営の民間電力会社を新設し、対象地域の施設を日本発送電と配電会社から引き継ぐこととなった。1951年、昭和26年5月1日、電気事業再編成が実行に移され、北陸では日本発送電北陸支店と北陸配電の業務を引き継ぎ、 北陸電力株式会社が発足した。日清戦争後の企業勃興期にあたる1899年、明治32年4月2日、富山電灯、後の富山電機、日本海電機により、富山県富山市において電気事業が開業した。ついで同年5月福井県福井市にて、京都電灯福井支社が開業、翌1900年、 明治33年6月には、石川県金沢市にて、金沢電機、後の金沢電機、ガスを開業する。これら北陸3県の各県庁所在地に続き、1903年、明治36年12月には、富山県高岡市でも高岡電灯が開業している。以上の早い段階で出現した4都市の電気事業の、うち、福井市のみ、社名の通り、 京都市の会社による事業であったが、その他は、それぞれの地元資本によって設立された会社によって、経営された。日露戦争後の時期にはさらに多くの事業者が出現し、イスルギ電機、富山県イスルギ、七尾電機、後の七尾電機、石川県七尾、小松電機、石川県小松、大正寺川水電、石川県大正寺、古市電機、福井県鯖江、竹尾、 鶴ヶ伝統、福井県、鶴ヶなどが相次いで開業する。さらに既存4事業者もそれぞれ供給区域を拡大したことから、1912年、明治45年までに北陸3県で当時800人以上の人口があった13町、すべてにて電気の供給が始まっていた。大正時代に入るとそれより小さな町や農村部でも電気事業の企業が始まる。 さらに、第一次世界大戦による大戦景気機には、富山電気や、新興の立山水力電気により、大規模水力発電によって得た電力を、電気化学工場へと供給するという形態の電気事業が生まれた。1920年代以降、北陸三県では、電気事業の集約が進む。富山県及び石川県の都地方では、 日本海電機と高岡電灯が統合の核となり、七尾電機などが全社に、伊するぎ電機などが校舎へと合併されていった。石川県加賀地方では、中核事業者であった金沢電気ガスが1921年、大正10年に、金沢市営事業と金沢電気機動の2つに事業を分割され消滅。その上、金沢電気機動は高岡電灯。 小松電機は、日本海電機、大正寺川水電は、京都電灯の傘下にそれぞれ組み入れられていった。福井県では、鶴ヶ電灯を合併した京都電灯と越前電機の2社が、勢力を拡大している。以上のような地域別の電気事業者とは別に、北陸地方の豊かな水力資源を開発し、近畿や関東へと送電するという事業者も出現する。代表的なのは、 業界大手、五大電力の一角を占める日本電力と大道電力で、日本電力は1924年、大正13年に、富山県から岐阜県経由で、大阪府へと至る、送電線を呼び1928年、昭和3年に山形と関東を結ぶ、送電線を、大道電力は、五会社昭和電力を通じて1929年、昭和4年に、富山県から石川、 福井両県経由で大阪府へ至る送電線をそれぞれ整備した。両社のうち日本電力については富山県内の一部に電力供給区域を設定しており、大工場への電力供給を積極的に展開している。日中戦争開戦後の1938年、昭和13年3月に電力管理法が成立し、翌1939年、 昭和14年4月に日本初送電が発足、政府が日本初送電を通じて全国の電力を管理するという電力国家管理時代が始まった。1940年、昭和15年になると日中戦争の長期化という情勢の下で日本初送電の体制強化に加えて配電事業の国家統制にまで踏み込んだ。 電力国家管理政策の検討が急速に推進されるようになる第二次電力国家管理。同年9月には日本発送電への設備出資対象の拡大及び全国を数ブロックに分割して地域内の配電事業をすべて統合してブロック別に一つずつ国策配電会を設立するという方針が閣議決定されるに至る。二つのうち日本発送電の体制強化は 翌1941年、昭和16年4月に電力管理法施行令改正という形で実行される。配電統制については、同年8月30日、配電統制令交付、施行という形で実施が決定した。この間、配電統制については、区割りについての議論が続いた。まず1940年10月7日、電気庁内の会議で全国を、 以下のようににブロックに分割する案が決定された。この案では、長野県は県内が南北に分割されるため、長野県知事から反対意見があり、北陸ブロックをめぐり、電気庁内で議論が続けられた。その後10月24日になり、各省との調整を経た上で、電力管理調査会が北陸、中部のブロックを統合した全国8ブロック案を発表した。 ところが、この8ブロック案は、富山、石川、福井3県による北陸ブロックの独立運動を招く。しかし、結局、1941年4月、低新省は全国を8ブロックに分割する旨を盛り込んだ配電事業統合校を発表した。上記のように政府が第二次電力国家管理を推進する中で、北陸を代表する、 電力会社日本海電機にて社長を務める山田、小作は過度の国家介入を避けるべく、電気事業の自主統合実現を目指た。もう一つの主要電力会社高岡電灯の社長、菅野電衛門の合意を取り付けると監督官庁の名古屋定新局も北陸三県の事業統合を特例するようになり、それもあって統合議論が一挙に進んだ。 九百四十年十二月から合併準備委員会で具体案が議論され、翌九百四十一年三月十日、合併契約の調印に進んだ。この合併契約に調印した事業者は、日本海電機、高岡電灯、金沢電気機,機動、小松電機、大正寺川水電、越前電機の六社に、日本海電機系の立山水力電機、ゆ谷川電力、 高岡電灯系の出町電灯、手っ取り川水力電気、石川電気、石川電力を加えた合計12社。福井県内の事業だけを分離するのが困難な京都電灯と公営事業者の金沢市は、北陸3県の主要事業者であながら、統合に参加していない。合併方式は、各社が解散して、新会社を設立する新設合併であり、 新会社北陸合同電気株式会社を設立するものとされた。日本発送電設立時の資産評価方法を踏襲して各社の資産評価額を算出したところ、新会社の資産総額は1億3105万円に上ったが、急激な資本膨張を避けるため評価額を切り下げ、新会社の資本金は交渉8800万円、払い込み7212万2500円と、 決定された。合併契約調印直後の4月に、低新省が発表した、配電事業統合要項では、配電統合を全国8ブロックに分けて実施するものとされ、北陸地方は中部地区に含まれる予定であった。政府方針が、北陸地方の独立を前提としないため、北陸合同電気の設立意義を疑問視する意見が発生するが、一方でこの自主統合実現が、 北陸ブロックの独立につながるとの意見もあり、議論が続く。7月初頭の低新省内会議でも8ブロック案の方針が再確認され、北陸合同電気設立は取りやめるべきとの意見が優勢となるが、首相者の山田翔作は、北陸ブロック独立を目指し自主統合をそのまま推進する方針を打ち出し、7月12日、北陸合同電気設立委員会で、 規定方針通り新会社を設立する旨が決定されるそして7月29日に北陸合同電気創立総会が開催され3日後の8月1日付で合併が成立旧会社12社は一斉に解散して新会社北陸合同電気が設立されるに至った北陸合同電気の取締役会長には高岡伝統から菅野伝右衛門が取締役社長には 日本海電機から山田翔作がそれぞれ就任。本社は、日本海電機本社が入居していた富山市の富山、電機ビルに、構え、富山、高岡、金沢の3都市に支社を置いた。北陸合同電機設立にあたり、北陸合同電機と日本海電機の株式交換比率を1対1に設定するとともに、日本海電機が持つ、県営の都市ガス供給事業。 富山市内で、展開と関係会社株式を、北陸道電機に持ち込ませないという方針が立てられ、特別な措置が講じられた。その手順は、まず、北陸合同電機設立にあたり分離予定の資産を、ひとまず同社に移し、その額に見合う交付金、払い込み金額の2割を、急に本海電機の株主へ支払う。受け取った株主は交付金をそのまま、 日本海産業株式会社設立のための株式払い込みに充当。その新会社は1941年10月1日付で発足し払い込み金を持って北陸合同電気からガス事業とその関連資産並びに旧日本海電気が持っていた関係会社株式計737万5千円の資産を買い取るというものであった。しかし、 日本海産業は発足後1年間で、配当統制強化のため機能を失って、1942年、昭和17年10月15日に解散した。ガス事業だけは改めて設立された、日本海ガス、現、日本海ガスに継承された。北陸合同電気設立と、並行して1941年7月30日から開催された。 廃電デ政制令に関する総動員審議会の審議の結果、8月3日、全国を8ブロックではなく、暫定的に9ブロックに分割して、廃電統合号を施する、すなわち中部地区を2分し、北陸3県を暫定的に独立させる方針を最終決定した。1ヶ月で8ブロック方針が覆り、北陸独立が認められた背景には、 山田翔作が低心商に対して行った連日の陳情活動があるという。配電会社の設立命令は1941年9月6日に全国の主要事業者を対象に発令された。そのうち北陸3県を配電区域とする北陸配電株式会社の設立命令は北陸合同電気、京都電灯、日本電力と 市営電気供給事業を営む金沢市の4事業者が対象とされた。いずれも配電統制令第2条に基づく命令であり、4事業者のうち北陸合同電気のみ、配電株式会社とするべき、株式会社、いわゆる指定会社、残る3事業者が、電気供給事業設備を出資すべきものに分類され、特に後者については、その出資すべき電気供給事業設備の範囲が、 明示された。また4事業者のうち京都伝統は、北陸拝電以外にも関西拝電の設立を命ぜられ、日本電力も関西拝電、中部拝電、関東拝電の設立を命ぜられている。設立命令を受けて9月20日設立委員会が立ち上げられ、以後北陸拝電設立に向けた準備が進められる。12月には出資設備の評価額が、 北陸合同電気7495万5千円、金沢市線4 0 0万円、京都電1175万6千円、日本電力630万4千円と決定され、各事業者にはそれに見合う、数の北陸配電株式、額面50円が交付されることとなった。また準備の過程で、旧金沢電気軌道から持ち込まれ兼業として、北陸合同電気が営んでいた。 鉄軌道事業と旅客自動車運輸イコール路線バス事業を整理する必要が生じたためこれら交通事業の資産を現物出資して資本金500万円にて新会社北陸鉄道が設立されている1942年4月1日発足準備を経て翌1942年昭和17年3月28日富山電気ビルにて 北陸配電創立総会開催に至る。4日後の4月1日、冬季完了により北陸配電は発足した。北陸配電設立の結果、北陸合同電気は指定会社のため設立と同時に消滅し、設備を出資した京都電灯は4月1日当日に解散した。金沢市でも電気事業を担当していた電気水道局が三月十一日に、 解散している。一方で、日本電力は、証券保有会社、日電工業に衣替えして、会社自体は存続した。北陸配電設立時に統合された事業者は、固定資産500万円以上の事業者に限定されていた。したがって、北陸配電設立後も北陸各地には、中小事業者が点在しており、これらを統合すべく、第一次統合に続いて、 第二次統合が北陸配電地震によって始められた。統合対象は旧事業者で1942年12月1日と翌1943年昭和18年3月1日の二度に分割して統合が実施れている。統合した配電事業者とその概要は以下の通り、この内温泉電気は電気起動事業を本業としており電気供給事業のみを 北陸配電に引き渡し、会社自体は存続した。ただし、半年後の1943年10月交通事業統合で、北陸鉄道となった。北陸地方で、電気事業を経営する事業者は、これまでに挙げた以外にも、八幡水力や、県営電気事業を持つ富山県などがあったが、1942年10月までに、すべて日本発送電へ統合された。 ハ電統制と日本発送電への統合の結果、北陸3県には、北陸ハ電と日本発送電以外の電気事業者は、解無となった。第2次統合完了後の北陸ハ電の、ハ電区域は、富山県、石川県及び、福井県の大部分、三方郡、尾乳郡、大井郡以外、岐阜県の一部、吉木郡坂下村である。 1941年9月広告の北陸配電設立命令書が指定する配電区域は富山、石川、福井の3県であったが当分の間、福井県のうち3方、尾乳、大井3群を関西配電の配電区域に含めるとされた。その後1943年3月31日付で配電区域変更が命ぜられ、 中部拝殿区域の内岐阜県吉木郡坂下村が拝殿区域に追加された。1951年の電気事業再編成では、これら北陸拝殿区域に中部拝殿区域の内富山県に接種者内の送電連絡から孤立していた岐阜県吉木郡、上岡町を加えた地域が新たに北陸電力の供給区域になっている。1943年より、 廃電区域に加わった岐阜県吉木郡坂下村、現、東は、県境を挟んだ、富山県内郡細入村、大和坂に寺、香か現、富山市に出ら、かと共に1925年、大正14年3月に、日本電力の供給区域であった地域にあたる。廃電統制の段階でも自治体単位で電気のない、地域が存在した。 一つは、富山県姉郡大発瀬村、現、富山市で、1943年になって供給が始まる。もう一つは、石川県富士郡西保村、現、輪島市で、同村での供給開始は1946年、昭和21年であった。配電統制前には、この二村の他にも、どの電気事業者の供給区域にも含まれない地域、あったが、そうした地域では、 産業組合、電気利用組合や住民共同による自家用電気工作物施設という形の電気利用が広がっていた。1943年2月時点では、利用組合自家用電気工作物施設が27件、共同自家用電気工作物施設が18件、北陸3県にあった。北陸拝電はこれらの処遇について、名古屋停止局から検討を求められたから、 1944年、昭和19年1月1日付で、第三次統合として、富山県ネ郡花村、現、富山市の、上バナ信用購買販売利用組合及び同郡、山田村、同の山田信用購買販売利用組合の施設を、通した。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。